3月10日時点で、前売り券含めた中国の今年の映画興行収入が150億元の大台を突破した。興行収入調査ビッグデータプラットフォーム大手 TOTO データが明らかにした。映画興行収入トップ3は、安藤サクラ主演の日本映画100円の恋をリメイクしたヨロ、日本でも公開されたペガサス2019の5年ぶりの続編ペガサス2、チャン・イーモー監督の最新作第20条それぞれ34億5000元、33億4000元、23億9000元を記録した。春節の大型連休があった2月の映画興行収入は110億元を超えた。中国の映画市場では、通常春節後の1ヶ月間は閑散期とされているが、今年は異なる様相を見せているようだ。3月はすでに国内外31作品の公開が予定されている。